こんにちは新しい友達加藤真のインササトさんが、11月23日、自身のインスタグラムでパンケーキを叩きつぶす動画を公開し、どうしたんですかやらせですかと、驚く声が相次いでいます。動画では、店員さんがパンケーキを運んできた瞬間これじゃない、と言いながら、左手でパンケーキを叩きつぶす、加藤さんが写っています。上から拳を振り下ろした衝撃で、クリームは机や椅子に飛び散りました。 加藤さんは投稿でわがまますぎて、何が悪い W 社里が食べたいパンケーキは、これじゃない。WWW とコメントしていますが、フォロワーからは、ネタでも食べ物を粗末にした、ダメと否定的な意見が多く寄せられています。せっかく作った商品を目の前で、ぐちゃぐちゃにされては、店側もたまったものではないが、法的には問題ないのだろうか。西口隆二弁護士に聞いた、器物損壊罪、威力業務妨害罪が成立する可能性も、 お店で注文した食べ物をその場でダメにしてしまう行為でください法的責任は発生するのでしょうか当然ですがこのような行いが良くないということで間違いありませんので真似をしないでください法的な問題についてコメントさせていただきますまず刑法上の犯罪が成立するのかというところです机や椅子を汚した点について刑法261条の器物損壊罪が成立する可能性がありますね また店の営業を妨害しているという意味で、刑法234条の威力業務妨害罪が成立する可能性もあります。ここでいう威力とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることを言いますが、これじゃないと言いながらパンケーキを手で叩き潰すという行為は、周囲のお客さんを相当程度驚かせるようなものですから、威力に当たるといえます。そして、店の営業を妨害する可能性がありますので、この犯罪が成立してもおかしくありません。 最も店側が被害届を出さないと事件にはしにくいかもしれません。民事責任はどうでしょうか自分の頼んだケーキを散乱させただけなので責任が生じないようにも思えます。しかしケーキが飛び散って掃除をしないといけないことになりますし他のお客さんが嫌がる可能性もあります。その意味で金額としては大きくはなりませんが民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性もあります。 いずれにせよ、店側が大げさにしなければお咎めはなさそうですが悪ふざけで人を不愉快にさせるような行動をすることはよくありませんね私も YouTube や Instagram をやっていますが他人を不愉快にさせないよう気をつけます取材協力弁護士西口隆二にし口隆二弁護士法科大学院一期生こんな弁護士がいてもいいというスローガンの下、気さくで身近な弁護士を目指し多方面で活躍中 予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方に分かりやすい AR 法律セミナー等を行っている SASUKE2015 本選にも参戦した弁護士ユーチューバーとしても活動を開始している事務所名神戸マリン総合法律事務所事務所 URLHTPWWW.KOBEMARIN. 次のオーディオビデオでお会いしましょう。